事実は、平愛理の弟、平慶祐都議がプライバシーの侵害で提訴表明も、元恋人証言で泥沼か、か、地域政党、都民ファーストの会、の平慶祐都議が自身の週刊誌報道に対し提訴したことをツイッターで明かした。週刊新潮の記事に関しまして、事実でない部分が多々あり、 個人的な家庭内の問題や交際関係という高度にプライベートな領域に関するものでありますからプライバシー侵害として新潮社および本件記事の担当記者2名を訴えました今後は法廷の場で断固として同社および同記者の責任を追及しますその記事とはペイ・アイリの弟都議が20代男性と不倫 DV ももてあそばれた元彼本人が告発する数々の問題行動というものだ本人が事実ではない部分が多々あるとしているため内容は割愛するが平都議は政治家であるため公人の週刊誌報道がどこまで裁判で認められるのかが焦点だろう平都議のツイッターには一般ユーザーからそれならばどれが事実である部分なんですか そこを説明してくださいよ何が事実で何が虚偽なのか説明をねしゃすあくまでプライバシー侵害での提訴ということで事実無根による名誉毀損のための提訴ではないんですねとツッコミの声が相次いでいる子どもが2人いる中で元恋人との赤裸々なプライベートが報じられたことは確かに本人からしたら非常に痛いところでしょう 小池由里子東京都知事が応援して当選しただけに次の任期まで働くにしても居心地が悪いと思います姉の平愛梨さんやその夫でサッカー元日本代表の長友佑都選手も選挙の応援に来ていた記事の内容を見ると本人が事実ではない部分があると弁明したところで非常にショックを受けていると思います 愛理さんは現在、臨月で第4子が間もなく生まれる頃、おめでたい時に水を差した形になった、ワイドショー関係。平戸岐はどこの部分が事実ではないのかは明確にしておらず、法廷で出版社と記者に対し責任を追及するとしている。新潮社はいまだに、デイリー新潮のサイトに当該記事を掲載しており、平戸岐からの提訴についてはコメントしていない。 訴状が届いていてるかも不明だ公人の名誉毀損訴訟であれば、それが事実だと証明できれば出版社は敗訴しないでしょう。プライバシーの侵害でも公共性があるかどうか、有権者の知る権利に内容が該当するかが焦点となるでしょう。記事には暴力、金の問題なども書かれており、事実であれば罪になる可能性があるものまで書かれている。 元恋人本人が情報を提供しており LINE などのスクショも掲載されていた裁判でそれらを細かく争うのであれば平戸木にとって泥沼化するのではないでしょうか裁判記録にもしっかりと残りますし傍聴内容は報道される可能性も高いですから爽やかな兵イ愛理と長友佑都の弟にまさかのスキャンダル 平戸木はマスコミの前で会見し、どこが事実ではないのかを説明することが投票してくれた有権者への誠意ではないだろうか。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。報道された中身のうち、事実よりも事実でないことが上回ったとしても、あの内容に事実があったことでは、間違いなくイメージは激落ちでしょうね。まあ、争うのは自由ですしやれば良いと思いますが。 そこを戦ったところででう元には戻らないでしょうね平愛理も長友も選挙応援しちゃっている以上名前が出されるのはしょうがないというか当たり前選挙応援してなければ兄弟姉妹とは言えの毒だと思うけど誠実な男ですって著名な義兄が言えばそれにつられて投票した人も少なからずいるでしょうからね。 選挙前から秘書時代のことで下村議員と揉めてたからああやっぱりねと思う。